えー、こんにちは。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。そして私のね、動画のコメント欄にはたくさんのご意見とかね、ご批判とかご指摘寄せられております。最近はですね、特別定額給付金の第2弾、これがね、5万円だか10万円だか出るんではないかなと、もしかして出していただけるんではないかなという希望をもとにですね、官邸の方にメールを送りましょうとかね、麻生財務大臣の方に要求をあげましょう、菅総理の方に要求をあげていきましょうということを、ね、呼びかけております。この呼びかけが、 大きくなればなるほど支給の可能性は高まると私は思ってるからなんですよね。まだ予備費の活用の方法はまだ決まってないと私は理解しております。そして第3次補正予算でもしかしたらね、特別定額給付金の第2弾、これが盛り込まれるかもしれないなという期待も持ってるんですよ。あくまでも期待でございます。その中でですね、たくさんのコメントの中で今回はですね、ここのコメントですよっていうふうにちょっと取り上げることはその方に迷惑がかかるかもしれないんで、えー、その辺をね、ぼやかしていただきますけども、非常にね、 信頼に至ると言いますか私的には信頼に至るそしてこれはねどうしてもお知らせしとかないといけないなというコメントがありましたのでここでねこの場をお借りして皆さんにお知らせしておきますで前置きを申し上げますけどもこのコメントを信じるかどうか皆さん一人一人ですからね 少なくとも励みに思っていただきたいかなと思います。私はその通りになるんだなと思って信じてここで放送してますけども、私が信じていることと皆さんが信じることは必ずしもイコールでなくてもいいですからね。ではコメントの方ね、ちょっとね割愛して読ませさせていただきます。というのはですね、このコメントを書いてくださった方っていうのは、まあ、お父さんがね、自民党の市議会議員さんらしいんですよ。で、そのお父さんと話し合うことが多いんですけども、その中で結論としてですね、話し合ったら、 えーと年内に特別定額給付金の第2弾は5万円ではなくてね10万円で支給が決定しているというふうに話していたよってことなんですよでこれは議会にかける前に決定しているということなんで、まあ、10万円の支給がねありえるというふうな形で私は受け取っておりますもちろんね発表があるまではそして現金を手にできるまでは確定ではないと私は思ってますですけども非常に励みのあるコメントじゃないですか うん、こういった言葉にうに、ん、すごくね、励まされて、官邸にメールですとかね、それからあ菅総理にメールとか、麻生財務大臣にメールみたいなね、えー、こんなことがまだね、盛り上がってくるといいなと思ってます。で、やっぱりね、どういうふうに現実化していくかっていうのは、私たちの思いだと思うんですよ。そんなこと言ってもどうせ無理とかね、もうね、支給されないこと決まってるんだよっていうふうに、水をかける方がいらっしゃいますけれども、そう思う方は、そう思っておけばいいわけなんですよ。出ないよって思っておけばいいんですよ。 なんとかね、なんとかしようと思っている人に、水をかけてね、邪魔するほどのものではないと思うんでね。えー、私のね、あの動画っていうのは非常に拙いものですけども、あの、本当に希望がね、1%でもあればってよく言いますけども、希望が0%であっても、そこにですね、0から1を作り出していくのは私たちの気持ちだと思うんですよ。私たちの気持ちが行動になり、行動が人を動かし、その人が、ああ、権力者を動かしっていうことになってくると思いますんで、よく引き合いに出しますけどもね。 あのー、先日あった検察庁法の改定案、黒川検事総長の件でもそうですけども、多くの方がリツイートっていうね、ツイッターを使ったデモね、こういうものを起こせば、やっぱり変わるものがあると思うんですよ、もしくは変わるものがあると私たちは信じたい、そのぐらいしかもうできませんので、私たち国民は、うん、無力です、無力なんですけども、声を上げることすらやめてしまえば、本当の無力になりますよ。いいかかですかね声を上げることっていうのは でできるんじゃないですかもちろんバリ雑言とかね人を蹴落としたりとかけなしたりとかね人のこうなんですかね尊重を欠いたようなものっていうのは私も同調しませんけどもお金を出してくださいと5万円10万円お願いしますっていうのは誰も傷つけないと思うんですよむしろねそのぐらいの声を上げていかないと私たちはもうやっていけないぐらい苦しいところに来てると思うんですよね皆さんいかがでしょうかね 私の考えはもしかしたら間違ってるかもしれませんけども、ただね、何が正しいのか分からない以上、間違ってる間違ってない、気にせずに、まずは発信してみることで、そのマーケットをね、世の中を動かしていきたいなと思うのは、私の、ね、切なる思いでございます。今回の、ね、コメントを寄せていただいた方、特にね、コメントを特定はしません。迷惑がかかるかもしれませんので。でも私ね、非常に嬉しかったですね。その自民党の市議会議員の方でしたっけね、市議会議員のお父さんと話し合ってくださって、最初はね、話が通じなかったみたいですけども、 ままたたたたた話しし合っっててみたらあこういういいいになりましたよって連絡をいただいた多分ねうんこの方もいろんな思いがあって私にコメントを書いてくださったと思うんですよ。私はその気持ちを尊重したいと思いますので、えー、あの本当にこれからもね私の学びになるようなことをたくさんコメントでお寄せいただいて本当にありがとうございます。これからもね私もしっかりと発信していきたいと思いますしもしね 見込み違いだったり間違いだったとしたら、その辺も込みであの動画放送に織り込んでいきたいと思いますので、まあ恐れずにね、私も放送を続けていきます。どんなね、あのー、嫌がらせコメントにも屈しませんからね。<laughs> はい、コメントぐらいだったらね、嫌がらせコメントぐらいだったら私も屈しないですから。まあ嫌がらせパンチとかね、嫌がらせなんとかだったらなちょっと嫌になっちゃいますけどね。まあコメントのやり取りぐらいで平和的にやっていきましょうということでございました。では本日もありがとうございました。